ごきげんよう。高齢者起爆剤講演家の宮崎文隆です。高齢者、こちらの高齢者か光り輝く高齢者に起爆剤の情報を送りたいと思います。喜び合える情報を分かち合いたいと思います。昨年12月の20日にですね、77歳になりまして喜寿を迎えましたので、その喜寿の喜を書きまして喜び合える起爆剤と書きました。その講演活動をしておるところであります。その情報をまた今日も送りたいと思います。今日は新シリーズであります。新シリーズの第1弾は、阿川沢子さんの老人初心者の覚悟というのをねお送りしたいと思います。これはもう目次があるんですけども、目次はタイトルだーと並べて書いてあるだけであります。はじめにとかいうことはありません。まあ後書きはありますが、はじめにはないんです。いきなり老人初心者の覚悟で、最初のタイトルが捨てる女となっております。そこから入っていきたいと思います。使う時に使わないけど、使わない時使うものは何だ、何でしょうか。昔これはよく聞いたことがありますので、私は分かります。子供の頃散々遊んだ謎々の代表格である。最近玄関の戸棚を開けるたびにこの謎々を思い出す。ほう、何なんですかね。使いたい時には手元になくて、使わないのに増えるものはなんだ。答えは何ですか。答えは傘、傘であります。いつの間にこれほど傘が増えたのだろう。数えてみると全部で16本ある。折りたたみ傘を入れると20本だ。大家族じゃあるまいし、そんなにいるのか、いるかと自分にツッコミを入れたくなる。決して傘マニアというわけではない。折りたたみ傘は別として、16本の傘を吟味してみるに、自分が欲しいと思って購入したとはっきり記憶にあるのはたった3本。案外使い勝手がいいので愛用しているけれど、なぜ手元にあるかわからない傘が3本。友達に借りてそれっきり返さぬまま置いてあるのが1本。その他9本はすべてビニール傘である。おお、ビニール傘、私も旅をしているときは、あちこちに公園回っているときには突然傘が、雨が降りますので傘がいるので、コンビニとか、まあ、傘とかでも今売ってますから、手軽にビニール傘買って、傘がだんだん増えていた時期もありましたね。そう思い出しましたね。ビニール傘というものが出現したのはいつ頃だろう。安価で便利でどこにでも売っていて、なんと重宝することか。その恩恵には心から感謝しているが、いかんせん勘弁すぎる。だから気づくと増えている。あら、雨が降ってきましたね。どうぞこの傘お持ちください。返してくださらなくて結構ですよ。出先で優しく差し出され、空を見上げてついお言葉に甘えることになる。どうも助かります。返却不要と言われたが、いつかきっとお返しに伺おう。そう思っても結局返さない。これがおしゃれな高級傘ならば、何としてもお返ししなくてはという気持ちになるのだが、ビニール傘だとつい、まあいいかと忘れてしまう。あら、雨だ、困ったな、傘買えば。勧められても気乗りがしない。いや、うちにいっぱいあるから。うちにあったってしょうがないでしょ。今濡れないために買わないと。濡れて帰れば傘を増やさずに済むと思いつつ、あまりの雨足の強さに観念する。雨の日、玄関の戸棚を開けて傘を選ぶ。夕方には晴れるという予報だ。となれば帰り道は傘が邪魔になるだろう。いっそ捨ててもいいようなビニール傘を持っていこう。そう思い、中でも一番ヘロヘロのビニールは透明度を失い、骨の一本が曲がりかけているような一本を取り出して手に引っ掛ける。するとそういう日に限って出先で言われるのだ。阿川さん、テレビに出ているんだからもう少しいい傘買いなさいよ。情けない。私とていい傘を持っていないわけではない。何本かはある。かつておしゃれなデザイン傘を持っていた。白い布地に黒いコウモリが大胆に描かれたイラストレーター
下谷仁助さんの作によるものである。どこへ行ってもあら素敵と褒められるので調子に乗って頻繁に持ち歩いた。ある晩コウモリ君を持って料理屋に入り、食事を済ませて出てきたら、傘立てに刺しておいたはずの大事なコウモリ君が見当たらないのである。誰か他のお客さんが間違えて持って帰っちゃったのかな。すいませんね。お店の人に頭を下げられたが、あんな個性的な傘を間違える輩はいないだろう。欲しかったなあの時は、悔しかったなあの時は。それ以来である。出かけに戸棚を覗いて、たまにはいい傘持っていこうかなと思って、いや、たちまち頭の中で、またなくすぞという声が聞こえてくる。そして、まあなくしても未練はないと思う傘を選ぶ癖がつき、そういう傘は決してなくならない運命にある。なるほど。土砂降りの雨が降っていた。私は歩道の隅の屋根のある場所で人を待っていた。すると私の前をビニール傘を差した若い女性が通り過ぎて行こうとした。雨だけではない、風も強い日だった。前かがみになって激しい風雨に立ち向かって歩いていた女性の傘が突然おちょぼ口になった。たちまち彼女の髪も服もびっしょ濡れだ。あらあら、かわいそうに。女性はなんとか傘を元の形に戻そうともがくが、突風はそれを許さない。私は気の毒に思いながら見守った。すると次の瞬間、女性が傘を路上に叩きつけた。おちょこ口になったビニール傘は無残にも捨てられたのだ。歩道の真ん中にビニールも骨も柄もへしゃげた格好のまま。傘を捨てた女は長い髪の毛を濡らし、薄手のワンピースを体に貼り付けて、憤然と歩き去った。なんてこった。私は捨て置かれたビニール傘を見つめた。平岡、しかし拾ったところでゴミ箱は見当たらない。持って帰るわけにもいかない。仕方なく私は片手で哀れな傘を持ち上げると、歩道の隅の風雨の当たらない場所に移動させた。安価なビニール傘を持ち、いっそ捨てて帰ろうかなと思うことはある。しかし思うだけで実行できない。路上に捨てられたあのビニール傘の元気な姿がよみがえるからか、ああ誰か傘を持たずに家に来て、帰り際、あ、雨が降ってきたと言ってくれないかしら。そうしたら私は戸棚から一本ビニール傘を取り出して声をかけるのだ。どうぞこれをお持ちください。返してくださらなくて結構ですよ。ところで冒頭のなぞなぞの答えを発表します。正解は風呂の蓋、あ、ご存知でした。というのが、阿川佐和子さんの老人初心者の覚悟の最初の項目でありました。捨てる女でありました。次もですね、間違いのしますとか、なかなかいろいろ面白いテーマがずらっと並んでおります。阿川佐和子さんの情報をお伝えしました。次も楽しみですね。楽しみといえば、みやちゃんチャンネルの登録も少し前に進んでいるのが私は楽しみです。みやちゃん、今日も、あ、今雪がしんしんと降ってきましたね。寒いんですが、その寒さをはねのけて前にゴーゴーゴーと前進していきたいと思います。ごきげんよう。